なかなか初めてなんですけど、まあ、4枚センターとかはやってましたけど、見え方とかボールもらう見方とかボール持った時の視野っていうのは全然、まあ相手をうまく連携取りながら自分のところはいい感じでできてるかなっていう、まあ、今年はよりなってですね、みんなで強度高く前からプレッシャーが行くっていうのも指導の時から決めてて、まあ、そのプレスがあって判断のスピードだったり去年よりはスピーディーになってるのかなと感じます。まあ味方を動かしてボールを奪うだったり、まあ、カバリングというのは自分の持ち味かなと。まあ几帳面さとかはあるかもしれない。そうですね、なんか急にスイッチ入って汚いから掃除しようって思ったり、家具の配置変えようかなとか、ふと思うことがそのために変えたりして、まあ、チームとしてはもう例えば分かる方は受け入れずに受けることを目標にして、まあ、個人としてはまずは怪我をしないことをチームの勝利に貢献したいと思います。僕らは2001年で勝利のために戦いますので、一緒に戦って最後平和に終わる勝利をしましょう。引き続き応援よろしくお願いします。